皆さんこんばんは。クレモナモダンタンゴラボラトリーバンドマスターのピカリンです。ソプラノサックスのミイコです。今日は練習でしたが、今日新しい曲をやりました。どうでした？結構大変やな。これから作り込んでいく感じかな。そうそう、なんかわっと驚くような演奏というか、まあ、音響を使った効果を12月20日の定期公演で皆さんにお届けできればなというふうに思っておりますが、現在チケットの販売枚数はいくらでしょうか？47枚になってます。おー、なるほど。286席中の47枚なので、それだけの人にね、今買っていただけてるっていうことがありがたいんですけど、もっともっと多くの人にいい音楽をお届けできる、私たちも頑張ってるので、お手紙書いてなんかこう良さを伝えたらいいなというふうに思った。今日はそんな練習になりました。シリーズアフターセッション、練習の後にですね、まあ、こうやってちょっとメンバーを何人かで演奏ができたらいいなというふうに思っております。本日はソプラノサックス上野舞子、そして私はバンドマスターのヒガリンなんですけれども、今日はピアノを弾いてですね、この前の前日の町山コンサート の動画を見ていただいたと思うんですけれども、まあ、結構途中な感じになってたので、まあ、全貌はいかにというような感じだったと思うので、なんかこうこの曲をもう一度お届けできればいいなと思ってですね、持ってきました。The Sound of Silence、 そして Bridge Over Trouble Water、 まあ、明日にかける橋ということで、まあ、2曲ともサイモンとガーファンクルの曲なんですけれども、ピアソラとは同年代の作曲家だというふうにも私は思っていて、でちょうど私たちが今やっているその新曲も本当に同じあの年代の1960年代の曲なので、社会に対してとか、なんかこう音楽でどう表現するかと、まあ、詩でどう表現するかっていろんな話があると思うんですけれども、やっぱり音楽に勝る人に伝えれるパワーっていうのはないのかなというふうに思いながら演奏できればいいかなというふうに思っております。どうぞごゆっくりお楽しみください。Thank you.
12月20日ザ・フェニックスホールにて、やる演奏会なんですけれども、見どころしかないんですが、今までいろんな挑戦をしてきました。あの音響さんと一緒にコラボして音楽スタッフの皆さんで一緒にこう作り上げてきたのが、まあ、これもあの演奏会で、去年の演奏会、例えばオンゾロママスっていうのやったりとか、ああいうのやったりとか、今年の話でバンドネオンと共演するとか、なんかそういうのいろいろやったんですけれども、もっと聞いたことのないというか、こんなんクラシックでやるのって思っても、でもだからってポップスでもやってないし、だからってその普通のライブで聴けへんような、そんな新しい音響を作ろうというふうに今、模索しているところです。全力そして総力を挙げて、お届けしたいこの演奏会、チケットがもっと売れたらいいなというふうに思っております。でもっとたくさんの人に聞いていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひお越しください。ぜひチケット買ってください。それではいってらっしゃい。